久村嘉月、久村嘉月は、日本陸軍の軍人。最終階級は、陸軍中将。滋賀県出身。大見西大寺藩出身の教育家、久村静也の長男として生まれる。陸軍幼年学校を経て、1902年11月、陸軍主管学校を卒業。翌年6月、砲兵将尉に任官し、東京湾要塞砲兵連隊付けとなる。 1908年12月、陸軍方向学校高等科を優等で卒業。1909年9月、方向学校院外学生となり、東京帝国大学工学部火薬科に入学。1912年7月、東京帝国大学を卒業し、大阪火薬工商う治火薬製造所付となる。1917年8月、砲兵商社に昇進し、 陸軍兵器本省検査官に就任。同年10月、欧州に出張した。1920年8月、陸軍科学研究所院兼陸軍技術本部院に移動。1921年7月、砲兵中佐。1924年8月、砲兵大佐に進級。1928年8月、科学研究所第三部長となる。 1929年12月、陸軍省将に昇進し、1932年8月、陸軍科学研究所長に就任。1933年12月、陸軍中将に進み、1936年8月、技術本部長となった。1939年3月、予備役に編入された。1944年東洋高圧工業社長。 ありがとうございます。